豊洲城にやってきました。これまた古いお城です。ここに人吉温泉の元湯があります。人吉城ってなんかねすごい古いんだよ。ここハスだよね。なんかオタマジャクシがいっぱいいる。あそこ。わ、めっちゃいる。うじゃうじゃいる。口かん。わお。結構いいよね。結構この鯉はアクティブだね。来たよ。これ絶対餌だと思ってるよ。いや餌の時間だと思ってるよ。わあ、すげえな。これってさ、鯉に食われないんかな。食われないよ。普通で浅瀬にいるのか。ねえ。これ面白いね、これ。丸くて平べったい。丸くて平べったいよ。写真がある。この石垣はちょっと一部崩れかけてるみたいです。この先も危ないみたいです。はい、この門をくぐってみましょう。はーい、この後ろ古いよね。この上のところにひさしみたいに出てるのがすごい。この辺洪水であれなんだよね、水浸しになったんだよね。なんか砂が堆積してない、うん、クラウンアップ。用水路的なのはあるよね、うん、こういうところもこんな古いわけじゃない。で、こう流れるのが球磨川、暴れ川、押したもん跡。これ結構立派だよ。門がすごいよこれ。なんかね、なんだろう、すごい大規模な城の入り口みたいな門があったんだね。押したもん。これ、うん、柱がこう立ってたんだ。うん、礎石みたい。いや、こんな水が流れるのかな。だって別に大きな山じゃないよこれ。いやでもなんかすごいねこれ。面白いね作りがね。いや面白い。これは一体何なんだろう。もともとこうなってんのかな。この門はあれだね、守る方は結構守りやすいね。すごいねこれね。これやっぱ昔からこうなんだね。すごいね。あの、そう
そう面白い。この水路面白い。いやーいいね、ここほんと面白い。こんな階段とか見たことないよね。いやー、もう景色もいいね、これ出たここは何の丸だろうね、三の丸。おお、ほんとだ。何この雲切れてるみたい。うん、あそこの階段も綺麗だよね。これまた違うもんだね。見て、さっきと同じように巨石が刺さる。これ水路がね、ずっと続いてるね。いやでもこの水路がある城ってあまりないよね。あの金山城にも水路があったけど、こんな感じじゃなかったよね。おお。おお。200年近いかもしれないよ。ここなんか建物跡みたいな。本当にすげえ。え、ちょっと待って、これさ、ここ水路がここで広がってる。こう、あ、ここだ。トイレね。井戸。井戸。あ、井戸ね。湧いてた。湧いてたんだもん。コンコンと。ね。コンコンと湧いてたもん。この城、水がすごいのかな。この石、面白くない？うん、4つあるから、まあ、建物はこう、井戸の井戸の感じじゃない、あれだね、屋根じゃん、屋根だね。見てこれ、斜めに入ってるのがすごいね。うん、息だね。ここでも水路がある。ほんまるだ。見てみて。面白い配列。見て、ここにさ、水路が巡らされてるよ。ね。何これ。この辺なんだ。何が？先月石。月の形してんの。ここから始まってんだよね、水路。不思議じゃない？何もないのにここから始まってる。さすがにあれか、先月石はここに置いてないのかな。じゃあちょっと景色を見てみましょう。二の丸かな、本丸の下だから。ああ、あそこに石垣があるね。ああ、なんかあるよ。ね、ここにも大きい石がある。ところどころ置いてあるのは何だろうね。なんか庭園の跡とか見て見て、これなんか意味ありそうじゃん。意味ありそうじゃない、これ。ないでしょ。いやー、あれでしょう。
あれでしょう。ないんだな、それ。あれでしょう。飛んでみてよ、どうする。うわぁ。石垣じゃん。これ、あ、これがね、三の丸。だからこれが、今いるのが二の丸だ、これ。船みたい、船。うわ、うんこがある。うわ犬の船。わあ、なんかすごいわ、ここ。すごい。グラグラグラ。結構大規模だよ。ね、この門ね、結構大規模だよ。ここがだから二の丸なんです。今いるのかね。ここはほら、さっきいた本丸でしょ。で二の丸でしょ。でこの下の広いのが三の丸。あ、ここも三の丸って書いてあるね。広いんだね、三の丸。すごい。まあ、さっきのね門の跡があったでしょ。ここ上がるとき。ここと同じような感じの作りの。周囲の石垣の上には瓦を貼り付けた土塀が立つって書いてあるから、瓦を貼り付けてある。さっきあのここ通った時にこの蔵の跡があったじゃん。これだ。ね。なんか全容がなんか分かった。あ、こっちには掘り切りもあるんだね。ちょっとこういう階段なんか好きなんだけどね。ちょっとこの階段降りるよ。え？降りれるでしょ？これが井戸の跡だよ。わあ、立派だねこれ。三の丸跡。面白いね。この水路昔もあったんだろうね。多分作り直したんだろうけど。あー気持ちいい。あー、この下も三の丸の一部です。ここにも門があったんだろうな。いいんだか。仏合社跡。なんか神社の跡っぽい。おお。わあ。これまた高いよ。最初さ、そこ通った時にさ、ここ登れたらいいねって言ってたの。登れたね。全然登れた。よかったよかった、本当に。それで、あそこにもさ、石垣がガーッと川にせり出してるよね。すごい。これも昔のあれかな、うん、さあ一気に降りてきましたね。